はJFX 使い始めたっていうのはやっぱりフィルム時代からね、中盤カメラを使ってきたので、もともと中盤カメラ、あとは大判ですよね、シノゴとかそういったの中盤大判っていうフィルムサイズの大きいものに慣れてたんですよね。まあ、デジタルカメラになってもどうしてもそのセンサーのサイズが大きいものっていうものが僕にとっては魅力的ではあったんですよね。その当時あった他の中盤のデジタルっていうのは、まあ、すごく大きいし、まあ、値段も高いしっていうカメラが多かったのに、 GFX っていうのは非常にリーズナブルで持ち歩きも便利で、普通に、まあ、今までの一眼レフと同じような感覚で使えるっていうのがあって、もうすんなりと馴染めるカメラだったんですよね。まあ、それがやっぱり GFX 使うきっかけですよね。まあ、ラージフォーマットの魅力っていうのはどうしても一番影響あるのはやっぱ画質面ですよね。解像感とかその天候源に対する、良さっていうのもあって、と夜景だと街灯だとか、まあ、家がポチポチ光があってハイライトの部分っていうのが出てくるんですよね。でハイライトの部分ってどうしてもデジタルだと白飛びをしてしまって、その白飛びをするところから色が乗るところまでのトーンがちゃんと残るっていう、トーンジャンプしにくいっていうことなんですよね。このトーンジャンプしにくいっていうのがこのやっぱりラージフォーマットの魅力の最大じゃないのかな。特に夜景なんかだとこれはものすごいメリットが大きいですよね。そうですね、今回長崎選んだ理由っていうのは起伏があるんですね。長崎っていうのはこのすり鉢状になっていて奥行きがあって奥に伸びていくっていう、でこの風景のメリハリがあるっていうポイントで、なおかつ広大なパノラマの夜景が撮れるところって考えたら、まあ、やっぱり長崎が一番ベストかなと思って選んだんですね。はい、本当に今回のこの GF2035 これね、僕ずっと待ってたレンズなんです。本当はっていうのは 23mm ってすごく使用頻度が高いんですけど、単焦点なんですよね。単焦点もちろんいいんですよね、いいんですけど微調整ができないから画角をもうちょっと狭くしたいとか広くしたいっていう時に前に出たり後ろにしたかったりっていうことができないシチュエーションって非常に多いんですよね。風景写真撮ってると特に建築なんかもそうなんですけど、そうするとこのズームレンズの利便性っていうのは、これはもう単焦点には絶対にできないものなので、やっぱりこのズームレンズで広角を出してほしいっていうのはもうずっと思ってたんですね。やっと出たって。やっぱりねこの実際に使ってみて感じたのは、通常の考え方っていうのは単焦点だったら画質はいいけれども、ズームだったらまあちょっと単焦点に比べれば落ちるかなっていうのが一般的な考え方だと思うんですけど、全く遜色ないんですよね。今まで僕 23mm の単焦点を使ってたんですけど、あんまり変わんないんですよね。ほとんど変わんない。なのでこの画質面にしてもすごくいいっていうのがある。あとは広角ズームなのにフィルターが付けられるんですよね。 82mm のフィルターのネジが切ってあってフィルターが付けられるんですよ。僕すごくフィルターも大好きでフィルターを使うので、これは非常にありがたい。この GF2035 があったら怖いものなしかなっていうのは思いますよね。そうですね、僕のこれからのテーマっていうのは宇宙へつながるね、人の心っていうテーマを僕は持ってるんですけど、まあ、数年前にフランスのモン・サン・ミシェルで撮影した写真があって、まあ、それが本当にもうこの今のテーマを具体的に表してるなって写真なんですけど、宇宙と人との心のつながりの部分っていうものを探していく旅になるのかなっていうね、そういうふうに思ってますね。